作ってみよう。作ってみようのかなです。今回は手作りアルバムで使えるハートが開く仕掛けを作りたいと思います。それでは作ってみたいと思います。正方形の画用紙を用意します。半分に折ります。広げたら向きを変えてまた半分に折ります。広げたら裏にして、今度は三角に折ります。広げて下から指で押して、折り筋に沿って折りたたみます。型紙用の紙を用意します。この正方形と同じ大きさの四角に切ります。この正方形に収まる大きさのハートを描きます。ハートを描くときには紙を三角に折って左右対称のハートにします。ここの部分だけ切らないように注意します。ハートを書き写します。折りたたんだここの部分とハートの下の部分を合わせてハートを書きます。線に沿って切ります。これでハートが開く仕掛けの元は完成です。あとは好きなようにデコレーションします。さっき作ったハートを一回り小さくして内側に貼りたいと思います。
糊で貼っていきます。これで完成です。